はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこちらということですね。はい、ウクライナ軍猛反撃でございます。ウクライナ軍猛反撃でございます。いや、内緒ニュースが流れました。昨日ですね、あれ、ここのニュースを見て読んだ人も多いんじゃないのかな。これね、ほら、ウクライナ軍がですね、前線にですね、出てきていた、ロシア軍のですね、司令官ら200人をですね、狙って砲撃をですね、集中砲撃しだしまして、ここでですね、ロシア軍司令官、なんと200人死亡というニュースがですね、昨日流れてわっしょいわっしょい状態になりましたよね。で、その中にこの男らしいんですよ。はい、ロシア軍トップ、制服組のトップ、ゲラシモフです。ゲラシモフって皆さんご存知です。この写真有名でしょ。はい、ショイグ国防大臣とですね、ゲラシモフでございますね。この二人はですね、どういうことをやったかというと、簡単に言うとですね、この二人がですね、プーチンの誤禁を取るために嘘の報告をしたんですね。ウクライナですか？ウクライナなんてですね、我々ロシア軍の手にかかればですね、5日くらいで落とせますよ。プーチンはそれを聞いてですね、あ、なるほど、そうなのか。よし、じゃあ出撃だみたいな感じでですね、ロシアにね、攻め入ってですね、5日で落とせると思ったらですね、早2ヶ月、全然攻め落とせずにですね、むしろちょっと押されちゃってるという状況があるわけですよ。で、その状況を受けてですね、このショイグ国防大臣ですね、どっか行っちゃったよね。これ、ワンチャン、これ暗殺されたんじゃないのとね、これ処罰で暗殺されたんじゃないのという話もあるけど、まあ、軟禁されてるという話もありまして、まあ、公式の場には出てこなかったわけですよ。そしてもう一人のゲラシモフ、それがね、今回ですね、大事件を起こしたこのゲラシモフなんだけども、ゲラシモフ、お前は何をやってるんだと、な、おい、お前は何をやってるんだと、これ、プーチンに怒られてですね、ひえ、よし、じゃあ前線基地に赴いて兵士をちょっと鼓舞してきますと、士気を上げてまいりますわっつってですね、なんかドンバス地方のですね、最前線にこいつ赴いてるわけですよ。でもね、こいつ、制服組のトップじゃん。じゃあこいつが動いたらですね、司令官級のやつらも一緒にこうね、ご機嫌取るために動いてるわけですよ。で、その200人くらい動いてるらしいんですね。その200人がですね、動いていたということをですね、おそらくアメリカ軍が察知したんでしょうね。それをウクライナ軍に教えたみたいでして、で、よし、じゃあ集中攻撃だということでですね、ゲラシモフ集団200人をですね、ウクライナ軍が集中砲撃をして、なんと200人全員死亡と、全員じゃないだろうけど、ほぼ死亡、ほぼ壊滅状態になると。そしたらゲラシモフはですね、なんか怪我をしたけどですね、直前にうまく逃げたよ、なんていうことがですね、報道が流れていたんだけど、はい、これ嘘でした。本日の報道でですね、これね、ゲラシモフ負傷、なんとですね、右足に砲弾の破片がぶっ刺さるということで、ですね、一応ね、これね、命に別状はないとかいう話になってるんだけれども、これね、俺ね、命に別状、これあると思いますよ。あのね、だって、ロシア組の制服のトップですよ。この人間が、ちょっとした怪我だったらですね、一切怪我をしたなんて報道しないんですよ。でもですね、とんでもねえ大怪我だからこそですね、こうやって報道せざるを得ない状況になっているわけで、俺ね、砲弾がね、破片が右足にぶっ刺さるって、とんでもない大怪我なんですよ。これね、うちのおじいちゃん、第二次世界大戦ですね、満州で戦っておりました。中国人と戦っておりました。中国人の米兵とかですね、あの辺のやつらと戦っておりました。で、ね、うちのおじいちゃんね、右足を撃たれたんですよ。右足を撃たれてですね、で、傷痍軍人として日本に帰ってきたという流れがあるんだけれども、ちっちゃい銃弾でね、右足を撃たれたんだけれども、まあ、じいちゃん、その後ね、骨も砕かれていて、足にボルトを入れた状態で、もう本当にね、その後、生涯ですね、右足不自由という状況で過ごしておりました。でね、これ、砲弾の破片なんてね、ちっちゃい銃弾の弾どころの話じゃないからね、もう鉄の塊が、足にドーンってぶっ刺さったという状況でございますから、俺これね、ワンチャン命の危険あると思いますよ。いや、あると思うよ。で、その場で、ね、手術をしてですね、なんかロシアに逃げ帰っていったっていうニュースなんだけれども、いやー、これは、やばい状況になってると思いますよ。はい、ということでですね、これね、制服組のトップでございます。ロシア軍の最高幹部でございます。まあ、簡単に言うとですね、もうぶっちゃけ、プーチンに次いで、2番目、プーチンの次くらいに偉いのが、今、実質偉いのはこの男なんですよ。この男ね。ゲラシモフね。ナンバー2でございます。ロシア軍のナンバー2だよ。はい、ロシア軍のナンバー2がプーチンにですね、ケツを蹴っ飛ばされて、ちょっと兵士の士気上げてこいって言ってですね、前線に出向いたら、そこに集中攻撃食らって、部下の司令官200名全滅と、そしてこのゲラシモフですね、足に砲弾ぶち込まれてですね、多分ね、俺もワンチャンね、足切るとかそういう話になると思うよ。いや、本当に。砲弾の破片が刺さるって、やばいから、マジで。えげつないですから。というですね、素敵なニュース、状況になっているので、ちょっとね、このね、何があったのかっていうのをですね、昨日のニュースから含めてですね、流れをちょっと追っていきましょう。いきますよ。ロシア軍のですね、参謀総長が標的。ウクライナ軍が最前線にですね、集中攻撃か。司令官ら200人死亡というお話で、これ、絶対これ、米軍がですね、これね、ロシア軍の動きをウクライナ軍に伝えたよね。あ、そう。もう一個ね、面白いのがね、このですね、ロシア軍劣勢のこのニュースを受けてね、これ、黙りこくっちゃってる奴がいるんですよ。誰
誰だと思いますか？そう、トールちゃんです。トールちゃんですね。なんかね、これね、だってなんかウクライナの方が心配で、ウクライナの方が心配で、避難で避難でとか言っているくせにですね、これロシア軍劣勢ね、ウクライナ軍超有利ってなったらですね、なんかね、こいつのツイッターですね、なんか今回のロシアウクライナ戦争のねツイートがね、パタってやんじゃってですね、なんか、知床観光船をなんとかするんだ、国会議員金出せよとかね、また外れなことを言って、また別の面でも炎上するというですね、お前はなんと本当炎上商法の教科書みたいなことやってるんだけど、この男ですね、ウクライナ軍の方々を心配してるんであればですね、ウクライナ軍いけいけってこう言うべきところなんだけれども、やばい、プーチン様が押されてる、やばい、もうこの話題今上げない方がいいっつってですね、もうツイートをパタッとやめてしまうというですね、お前は分かりやすい男だな、俺ちょっとお前のこと好きになってきた、もうここまでですね、行動が分かりやすいとですね、なんかもうなんだろう、百田さんもおっしゃってたけど、いやもうお笑い芸人の方なのかなっていうですね、そんなこと言ってましたけど、いやー鈍感だわ、ちょっと笑っちゃいましたからね、だからちょっと、トールちゃんのね、この近況報告というのは、ちょっとさせてください、はい、ということですね、これね、ちょっと昨日のニュースこれ読んでいこうか、はい、ニューヨークのですね、ニューヨークタイムズは1日、ウクライナ軍がですね、東部ハルキウ州のですね、イジュームを訪れていたロシア軍制服組トップのですね、このゲラシモフ参謀総長を標的に集中攻撃を行ったと伝えました。ゲラシモフはですね、直前に去って攻撃を逃れたという、これ間違いなんですよ。200人の方がですね、だって、全滅するわけでございますよ。その中にどうもいたっぽいんですよ。で、周りの人間がですね、ゲラシモフを守られて一生懸命追いかぶさったりしたんでしょうね。でもね、足がニョコッと出てたんですよね。その足にですね、砲弾直撃。ああ、もう絶対ね、俺次出てくるときね、足なくなってると思うよ、マジで。いや、冗談抜きで。砲弾の直撃って、直撃っていうか、破片が刺さるとそのくらいやばいことだからね。うん。で、どうしかですね、ウクライナ軍と、アメリカの政府高官の話をして伝えたところによると、ウクライナ軍はですね、このゲラシモフ氏のですね、現地入りを察知して、どうやって察知したんだろうな、4月の30日の夕方、ロシア軍が前線基地にしているとされるですね、学校に激しい攻撃を加えました。その中にですね、もう司令官級のやつらも200人とかいっぱいいたんですよね。ゲラシモフ氏はですね、この日の午前中に学校を訪れていた。この攻撃でロシア軍のですね、司令官らが約200人死亡したというと、よし。で、ゲラシモフはもういないとかいう情報でしたけども、これ嘘だったんだね。はい、イジュームはですね、ウクライナに侵攻したロシア軍が東部ドネツク、ルハンスクのですね、両州の全域制圧を目指すための進軍拠点になっていると。ロシアはですね、2月の24日、ウクライナ侵攻開始後、召喚の戦士が相次いでいて、ウクライナの側のですね、情報収集能力の高さがですね、指摘をされていると。いや、これさすがに、ね、米軍とか NATO がめっちゃ協力してるんだと思うよ。いや、俺そういう協力の仕方でいいと思うんだ。兵士が出ていてですね、直接ロシア軍やり始めたらね、第三次世界大戦になっちゃいますし、もうあいつらもロシアもですね、これ核兵器使って来る可能性ありますからね。だからね、こういうね、もう一度公表せずにですね、陰で兵士は出さないけれども、それ以外の武器とか情報とかはですね、もうガンガン渡す、もうこういう支援の仕方で俺いいんじゃないのかな。ウクライナ軍もともと強いらしいですから、情報と武器さえあればですね、ロシア軍の撃退くらいなんとかやっちゃう可能性が出てきてますよ。すごいな、ゲラシモフではなくですね、重要な拠点を狙った攻撃であるとね、ウクライナ軍の当局者はですね強調しているが、軍最高幹部による前線入りという異例の動きもですね、把握していた可能性がある。どう考えてもこれアメリカと NATO がですね、肩入れしてるんですが、そしてゲラシモフ負傷、はい、いきますよ。ロシア軍の制服組のトップが負傷か、はい、前線をですね異例の訪問、兵士を鼓舞するはずが、士気を落としてしまうと。あとでですね、これね、兵器の士気がだだ下がりっていうですね、めちゃめちゃ面白い記事もあるんでね、そこまで読んでいくよ。はい、ロシア軍のですね、制服組のトップ、もう実際にね、プーチンについてナンバー2みたいなやつですよな。このナンバー2がですね、ウクライナの最前線をですね、異例の訪問、さらには負傷者との情報も出ています。最高だな。だからもう、いや、めちゃくちゃやっちゃえばいいんですよ、もうぶっちゃけ。ブチャとかの状況を見たか、まあ、めちゃくちゃやりやがって、クソロシアが。お前らめちゃくちゃ、もうこの機にお前らめちゃくちゃにされちまえ、ほんと。そしたら、一体何が起きているんでしょうか。プーチン氏、怒りと焦り。はい、プーチン大統領と握手を交わすこの人物は、ロシア軍の制服組のトップ、ゲラシモフ参謀総長であると。さっきの、こいつね、はい。ほんでですね。どこだ、はい。ロシアのゲラシモフ参謀総長。ロシアはですね、抑止力として核兵器の使用が可能であると。こんなこと言ってますからね。こんなこと言ったやつだからね。もう左足も吹き飛ばされちまう。NATO はですね、軍事兵器をですね、ロシア国境に近づけています。特に新しく加盟した国がそうしているんですと。お前らが危ないからそうせざるを得ないんだ、バカ野郎。で、大統領はですね、国防大臣とですね、共にウクライナ侵攻を計画したロシア軍の最高幹部なんだね、このゲラシモフはね。このゲラシモフ氏がですね、ウクライナ東部の
最前線を視察した際に負傷者という一報が飛び込んできました。これもうほんと気持ちいいよね。もうゲラシウムで何にもやってなかったから絶対プーチンに怒られたんですよ。お前ら何とかしろとね。そしてですね、わかりましたっつって部下をね200人引き連れてですね、お前ら前線の兵士もっと頑張れって言ってたところにですね砲弾が飛んできてですね、部下全員全滅というような状況になってるということですね。もうねもう最高だ最高だウクライナ軍なあ頑張れもっと頑張れ。はい、イギリスのですね、デイリーメールは1日、非公式な情報筋の話として、ロシア軍が東部の拠点としているイジュームで、ゲラシモフ氏のですね、右足に砲弾の破片が刺さって負傷したと報じました。これね、銃で撃たれたレベルの話じゃないからね、ほんとやばいことになってると思いますよ。はい、デイリーメール、手術でですね、破片は取り除かれ、命に別状はないと。しかしですね、ゲラシモフ参謀総長の怪我は深刻で、空路、ロシアに帰国した。そうなんですよ。命に別状がなくてですね、特にそれ以上の治療が必要ないんであれば、ね、もうちょっと安全なですね、ウクライナ国内に留まると思うんだけれども、大急ぎでロシアに帰ってる。これはね、何かあるぜ、何かあるぜ。そもそもですね、軍の最高幹部が最前線に入るのは極めて異例でございますと。はい、ロシアのですね、NIS 経済研究所の服部氏、参謀総長自ら現地に赴くこと自体ですね、プーチン大統領の怒りと焦り、打てる手は全部打って不退転の覚悟で戦っている。いや、それは絶対、そういう状況になると思います。普通出ていかんからね。しかも、もう政府国民のトップが前線に赴いて何しに行くの。そして撃たれちゃってですね、今大急ぎで帰ってきてるんですね。アホなんかな、アホなんかな、うん、兵士の鼓舞負傷で逆効果か。これね、完全に逆効果なんですよ、うん。ゲラシモフさんがですね、一躍名を馳せたのは2010年のクリミア併合でございました。ロシアのですね、ロシアの NIS 研究所の服部さんによるとですね、この人はですね、戦略家、理論家として知られていると。特にですね、ゲラシモフドクトリンをですね、2013年に、提唱して、2014年ウクライナへの対応にも応用しましたと。現代ロシア軍のですね、戦略家にして理論家。なんでこんなやつが現場のね、生産最前線に行ったんだろうな。とりわけゲラシモフドクトリンと呼ばれる基本原則は、軍事力だけに頼らず情報戦など非軍事的な戦術を組み合わせてこそ成功を収めることができるというものですと。そしてですね、このクリミアを併合した時も単純に軍の力だけではなく、ウクライナについてのネガティブな情報を現地にばらまく、現地の人たちが不安感を抱いたところでロシアが出ていくと。確かに、ね、まあ、ロシアの基本戦力だわな。なおてのですね、参謀総長の前線訪問でロシア軍の士気を高揚させるはずが、なんとですね、砲弾が右足にぶっ刺さるというですね、負傷したという情報が正しければ、その狙いは完全に逆効果になるかもしれません。はい、デイリーメールはですね、プーチン軍にとってですね、またしても屈辱的な敗北となりましたと、よしと論評していますと。今回の報道についてウクライナ当局は、ゲラシモフ参謀総長がウクライナ東部の最前線を視察をしたのは把握しているが、我々の攻撃で負傷したかどうかっていうのはですね、象徴していないとしていますということだけど、いや、どう考えても俺怪我したと思いますよ。これだけで、ね、この状況を受けてですね、ロシア軍の士気はどうだったんでしょうか。ダダ下がりでございます。はい、ロシア軍、東部戦線で一進一退、補給困難、無気力来ましたね。兵士が戦場で無気力になったらもう死ぬしかないんだけど、大丈夫ロシア軍ね、うん。アメリカのですね、国防総省の高官は2日、ウクライナ東部のドンバス地域で攻勢に出たロシア軍の動向について、前進と後退を繰り返して目立った進展が見られないとの分析を示しました。はい、補給難がですね、解決していない上に、地上空中いずれの戦闘でも犠牲回避の傾向があってですね、要するに地上部隊とか、空中部隊とか、あ、これ以上行ったら僕たち死んじゃうから、ちょっと遠くからなんとなく銃どうぜ、そんな状況になってきてるわけですね。いや、もう完全無気力だね。確かにね、犠牲回避の傾向があって、兵士らは非常に用心深く熱意にかけ行動にムラがあると指摘をしました。命をかけても祖国を守るっていうですね、ウクライナ軍と比べたらですね、その士気の違いはもう明らかでございますよね。いけるぞウクライナ、行ったれ。はい、高官はですね、ロシア軍の戦いぶりを表現する最良の言葉は無気力だと語りました。もう無気力の兵隊なんか何にも怖くねえよな。うん、で、首都キーウにですの制圧に失敗をしたロシア軍は、ドンバス地域をですね、主戦場と位置づけて、距離的に近いですね、ロシア西部の、軍事拠点から装備や兵士の補充を続けておりまして、東部マリウポリのですね、攻撃部隊も同地域へ北上させているが、初戦の敗退で発覚をした士気とですね、補給両面の課題が第二段階でも続いているようであると。で、高官はですね、東部戦線の状況について、ドンバス地域を構成するですね、ドネツク州北部の、ボパズナのですね、戦闘で、ロシア軍に小規模の戦果があったとしたが、侵入をして勝利を宣言すると部隊を引き上げてロシア軍の奪還を許すというですね、他の村落で見られた状況があるとも指摘をしたと。だからね、一瞬ですね、一瞬超力を入れてわーっと村の中心まで行って、ほら俺たちここで勝ったぞ、ここの村取ったぞっつった後ですね、わーっと逃げていって、結局またロシア軍戻ってくると、そういう状況があるということですな。何やってんのロシア軍ね、うん。高官はまたですね、東部の主要都市ハリコフで続く包囲戦についてですね、過去 1日2日間にですね、ウクライナ軍のですね反撃で、ロシア軍が同市東方約40キロドンバ
ス地域北部の近くまで後退したと明らかにしました。ロシア軍にとってですね、ハリコフの制圧はドンバス地域のウクライナ軍を背後から攻めるための重要な目標であると。高官はですね、大きな大きな注目を集めてはいないのですが、ウクライナ側が示し続けるもう一つのレジリエンスね、強靭さであると見解を語りました。はい、高官によるとですね、2日までにですね、ウクライナ軍の歩兵220人以上がですね、米軍によるですね、155ミリ榴弾砲のですね、訓練を完了しましたとね。米軍がですね、供与する榴弾砲計90機の8割はですね、ウクライナ国内にすでに届けられていて、ドンバス地域の地上戦を支えると。だからこれなのかな、あれかな、あれかな、うん、ごめんなさいね。はい。この、誰だっけ、こいつ、ロシア軍で、名前忘れたら、ゲラシモフだ。ゲラシモフを襲ったのは、この榴弾なのかな？アメリカからね、供与されたっていう、155ミリ、榴弾がですね、ゲラシモフを襲ったということなんでしょうか。はい。ということでですね、これね、ウクライナ軍ですね、ものすごい攻防、他にもですね、実はニュースもいくつかありまして、どこだっけ？あ、これかな。あの、ロシアの国内でですね、なんか爆発であるとか火災がですね、今続いていると。これウクライナの破壊工作かって言われてるんだけど、俺なんか多分ね、これウクライナの破壊工作だと思います。あの、どこだっけこれ、燃料貯蔵庫であるとかですね、軍にとって大切なね、施設がですね、今もう19箇所だっけ、そうだ、19件ですね、燃やされているという状況でございます。これね、ロシア領内にですね、ウクライナ軍のですね、兵士がですね、こう入っていく余裕がちょっとずつ生まれてきてるんでしょうな。そして、どこが破壊したら効果的かという情報をですね、多分米軍とか NATO 軍がね、多分ね、教えてるんだと思いますよ。来たよ、これウクライナ反撃来ましたよ。ほんでね、これね、めっちゃ重要な情報がね、一個ありまして、これでお伝え、最後お伝えしたいんだけど、あのね、一体ウクライナ軍はですね、どういう状況になればロシア軍を撤退に追い込めるのか、ロシア軍は撤退せざるを得なくなるのか、ウクライナの防衛戦勝利だという状況になるのか、これをですね、これある日本のですね、東大の関係者がですね、書いてくれている文章がありまして、そう、要するにですね、プーチンがですね、撤退するということは、もうね、これ以上ロシアを、ウクライナを攻めることができないと。攻めるだけの兵力もなくなったし、攻めるだけの兵器がなくなったっていう状況が、そういう状況になる、あのね、撤退の状況につながるわけじゃないですか。じゃあですね、あとどのくらい戦車であるとかですね、戦闘車両を壊せば、ウクライナ軍は、ロシア軍を撤退させることができるのかっていうのを書いてくれてるんですよ。めちゃくちゃわかりやすいから、これ目安だぜ。これを目安にしてですね、今後のニュースを聞いていけばですね、あ、もうちょっとだっていうですね、あの、それがわかってきますから、それ教えるわ、これ読んで終わりにするわ。いきますよ。ウクライナ軍はですね、ロシア軍の戦車や装甲車両を何両破壊すれば勝利できるんでしょうか。ロシア軍がですね、当初保有していた戦車と装甲歩兵戦闘車数はですね、7000両なんですね。ロシア軍が最初持っていたのは7000両なんですよね。で、当初ですね、投入分と事後補充された数はですね、保有数の約 85% と考えられておりまして、要するに6000両がですね、今回のこのウクライナ戦争に投入されていたわけでございます。そしてですね、今ね、ウクライナ軍が超頑張ってですね、6000のうちですね、約1000両ですね、破壊をしたという状況のが今の現状なんですね。だから現在戦っている戦車の数はですね、約5000両なんです。残り5000両。じゃあこの5000両ですね、あとどのくらい壊せば、ロシア軍はもう撤退せざるを得なくなるのか。はい、ウクライナ軍はですね、この 40% である、あと2000両ね、残りあと2000両を破壊することが必要であると。だから残り3000両っていう状況まで追い込んでしまえばですね、これ以上失ってしまってはロシア軍国防すらままならないということで、ロシア軍撤退するしかなくなるそうでございます。はい、というわけでこれね、戦車に関してはですね、あと2000両破壊、今まで1000両破壊しています。で、これからですね、あの、アメリカのあの、レンドリース法なんか可決をしましたので、今までにないくらいのですね、最新鋭とかですね、強固な武器が、今まで以上にウクライナ軍にですね、運び込まれてくるのはもう間違いございませんので、これね、今まで1000両ね、壊すことができたと。じゃあ残り2000両、ちょっとね、まあ、ウクライナの兵士の方々の命がどのくらい失われるのかっていうところ、いろいろあるんだけど、まあ、その辺はちょっと今回無視をさせて、男の子ね、戦争かっこいいと思っちゃう男の子の気持ちで話をさせて、あと2000両壊すことは俺は可能だと思います。そしてですね、装甲車についてなんですよ。ね、あの、装甲車についてはですね、当初保有をしていたのが9000両でございます。で、再編成後の両数がですね、今約8000両あるそうでございます。で、この8000両のうちですね、なんとウクライナ軍ですね、撃破したのがですね、2300両撃破したそうでございます。だから今残っている装甲車の数がですね、5700両らしいんですよ、ロシア軍のでね。ほんでね、ウクライナ軍はですね、あとじゃあ何両を破壊すればいいのか、あとね、もう2300両、あと2300破壊すればですね、ロシア軍ですね、もう行動不能になるということだそうでございます。だからね、今までのですね、まだ武器が足りてないってね、あのね、ゼレンスキーなんか言っていたこの状況でですね、装甲車をですね、2300台壊すことができてるんですよ。そしてアメリカのレンドリース法が今ね、可決をされてですね、今武器がどんどこですね、アメリカとか NATO からですね、ウクライナに運び込まれてます。この状況であればですね、ね、さらにもう2300両の破壊っていうのは、俺可能じゃないのかな？
いけるんじゃないのかな。はい、つまりですね、今後ロシア軍が投入をした数量の約 40% 戦車などをですね、あと2000両、そして装甲車をあと2300両の合計4300両をですね、破壊すればロシア軍は戦えなくなります。戦えなくなります。撤退せざるを得なくなります。この戦史上の戦いのですね、あの戦争史上ではですね、 30% の損耗が出れば戦闘不能と言われています。これを超えるですね、 40% の損耗を与えればですね、ロシア軍は敗北を認め、当然ですね、ウクライナの国境からですね、ロシアに撤退せざるを得ないでしょうとね。あと約4300両ですね、破壊できる数量の、各種自爆型の無人機と精密誘導ができる砲弾を投入して破壊をすること、さらにですね、あのドローンです、有名なドローンでね、バイラクタル TB2 とですね、あとこれからですね、本格的に、なんか使っていくと言われているフェニックスゴースト、この2つをですね、運用して、ロシア軍の戦略的な施設および、海軍艦艇を破壊すればですね、ウクライナ軍の勝利は見えてくるというですね、頑張れウクライナ、頑張れウクライナ。もうね、あのブチャのあの惨劇とかで、ね、もう見てる我々としてはですね、もうここでですね、ロシア軍叩き潰しまえ、好き勝手やりやがって、他の国で。ほんでですね、あとね、最後にこれだけをして、橋本、ウクライナにですね、全面降伏とか言っていた橋本、そろそろプーチンにね、ロシアに全面降伏を呼びかけた方がいいんじゃないですか。戦争止めたいんでしょ。ロシア軍ボコボコにされちゃいそうですよ。じゃあねプーチンとかロシアにね、全面降伏を呼びかけるべきじゃないんですか。そうじゃないとまたショート動画作っちゃうぞ。ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。